その花音ちゃんは脂っこいものが好きって言ってたけど、はい、チートデイとかあったり、はいはい、たまに、それはあの試合終わった日とか、うんうんうん、試合が当分なくて、あの夜じゃなくてお昼とかに、なんか脂っこいもの何食べます。この前はピザとパスタとリゾット食べました。もう、もう全部食べたかったんだね。全部食べたかった。でも、毎試合じゃなくてたまにですよ。あ、他にも特に決まってなく。基本は一応やってるんですけど、管理を。うん、たまに、いや、まあ今日はいいでしょうっていう日は、デザート食べたりみたいな。デザートね。揚げ物とかは、なんか、その、食べないのに慣れちゃったから、一個ちょっと脂っこいの食べると胃に来るっていう。